哀れなやつ。かかったな、河原。マジャリ、もうお前も容器を使い果たしたはずだ。何？無駄だって言ってんだろ！お前は。俺にも一つ自慢があってな。根性の勝負では誰にも負けたことがねえんだよ。決めたぜ。これで冥界復活の基盤ができた。ヤクボ様。確か。はい。もう一人冥界の女が。俺は長い間この時を待っていた。冥界が新たなる地に復活する時をだ。飛ばされたらしい。これからどうしたらいいの？やはりそうだ。冥界が出現した場所から数キロにわたって結界ができているんだ。でもよ、今日になっても街は全然騒ぎになってねえぜ。それが冥界の力さ。普通だったら気づくはずの異常に誰も気づかない。ユウスケ。ああ、着替えを取りに戻ったケイコちゃんと二人でボタンの様子を見に行くってさ。どうした？何もいい策がないなら俺は俺でやる。